未来機関の希望が勝つのかな、それとも私の絶望が勝つのかな。よっしゃ、盛り上がってきやがったぜ。これはゲームじゃないのよ。 I wish Negito was here to witness this。 いやいや、ゲームだよ。殺し合い学園生活から続く希望と絶望のゲームだよ。だからこそ前の時にいなかったザコどもは脇役ポジションに追いやられちゃったんじゃん。また俺らを雑魚扱いかよ。だって本当のことだもん。 She's right。 そもそもあの殺し合い修学旅行だって先輩たちのためじゃないし。は？あそこにはもっと大事な目的があった。ある連中をおびき寄せるって目的がね。あ、ちょうどいいからそれを問題にしよっか。問題？ここがゲーム世界である以上はたまに問題を挟まなくちゃいけない決まりがあるの。というわけで問題です。私は誰をどうやっておびき寄せたのでしょうか。ヒントは、秋っぽい私としては殺し合い学園生活と同じパターンは苦痛でしたのマッキー。 OK。 さあみんなで考えよう。 The same outcome as the killing school life. Do I just have to remember what occurred there? What happened there? We left! The people Junko lured. The method. I should try connecting those dots. There should be an answer there. Well...If she was trying to lure people here, wasn't it Makoto, Kyoko, and Byakuya? So, previous survivors of the killing school life? I don't know, let's see what the choices are. Oh, this one's complicated. Okay, actually, this one's pretty easy. It's not really doing anything. Alright.So far, so good. Come on, where's the question? Give me the question! Oh! Oh my god, I forgot about that. Give me the goddamn question, man! Oh! Question one. Who did Junko and Oshima want to lure?Well, we're already here. And I don't think we mentioned the headmaster at all, so. Headmaster's dead! Choco's dad! Come on, these long stretches of obstacle courses. Just give me the question, please! Ah! God damn it!Oh my god. Can't go fast. Oh! Oh! No! Can't go as fast as I want to, cuz... Yeah... Hang on. Oh no!Question 2. What bait was used to lure the Future Foundation? The killings. The killings. Okay. We're not being dropped yet, so I assume. Good, good, good. Whoa! Ooh! Oh, the song looped! I thought it was dying for a second. Oh my god.I'm dizzy! Question 3, come on! Okay. What did Junko use to force them to watch the killings? Surveillance caramel, of course. Oh, oh, no, no, no!Gamer! Ah, I read it wrong! I thought it said... Yeah, okay.
I thought that said camera, but the font made the G look like a C. Or, you know, maybe it was just being stupid. そうか、監視カメラを使ったんだな。お前はあの映像を未来機関に見せつけることで未来機関をおびき寄せようとしてたんだな。あの監視カメラってそのためのもんだったのか。以前の殺し合い学園生活では監視カメラの映像が学校の外に放送されてたらしい。それと同じようにお前は島中の至る場所に配置したカメラを使って、ピンポーン、殺し合い修学旅行を未来機関の皆さんに生中継でお届けしてたのです。監視カメラで撮影した映像を未来機関の方々に見せていたのですか。どうしましょう。油断して明日ない格好をしまくっていました。確かにしまくっていたな。忘れてください。お妃に行けなくなってしまいます。未来機関はずっと見てたのかよ。だったらなんでもっと早く助けに来なかったんだ。何度も侵入を試みたけど、ずっとプログラム内のウイルスに阻まれていたのよ。しかも新世界プログラムは外部からのシャットダウン命令すら受け付けなくなっていた。最後の手段として電源自体を落としてしまう方法もあったが、プログラム起動中に電源を完全に落としてしまうと被験者がどうなるかわからなかったの。そんな賭けみたいな手段を取ってあなたたちを危険にさらすわけにはいかないでしょ。それでも何度も試し続けてようやく介入が可能になったのがついさっきのことだったんだよ。そして罠だと気づきつつもやってきた。それそっか、放っておけるわけないよね。かつて自分たちが経験したような殺し合いでバタバタと人が死んでいくのを見せられたら、今度こそなんとかするぞって意気込んじゃうのが正しい希望のあり方だもんね。 Can't say she's wrong。 おい、まさかそのために俺らにあんなことをさせてたって言うんじゃねえよな。もちろん、そのためにあんなことをさせたのじゃ。ただの殺し合いではなくてゲームに仕立てたのは、それを未来機関に見せつけるためなのじゃ。未来機関に見せるためだけにあんな謎解きまがいのことをやらされてたのか。だからあんたらは雑魚ってわけ。未来機関という獲物を釣るための餌に過ぎないんだから。でも仕方ないんだよね。このゲームが未来機関と私の戦いである以上は、あんたらは仕掛け役であり背景役でしかないのよ。でもあんたらだってそれが分かった上でこのゲームに参加してきたんでしょ。ちょっと待ってください。それではまるで自分から望んでこの世界に入ってきたみたいだ。でもその通りなのよね。おお、はあ、あんたらは自ら仕掛け役となる道を選んで自ら新世界プログラムにかけられたのよ。おお、きっともう一度私に活躍の機会を与えて希望と絶望の戦いの延長戦を演出するためにね。 So one of us plugged in the virus then。 そう、ここで超高校級の絶望が殺し合ったのは超高校級の絶望自身が仕組んだことだったのよ。そんなのお前の想像だろ。あ、まんまと罠にかかった甘っちょろい苗木くんが素敵な絶望顔になっちゃった。そら絶望だよな。助けに来たはずの連中がこの事態を仕組んだ超本人だったんだもんな。勝手に俺らのせいにしてんじゃねえよ。ありがとう、先輩たちのおかげだよ。今度こそあいつらを絶望させられそうだよ。絶望なんかしないわよ。たとえ全てが罠だったとしても私たちはここに来たことを後悔しない。それに
お前を止めるにはこれしか方法がないんだ。だがどちらにせよこれで終わりだ。強制シャットダウンして全てを終わらせてやる。必死だなおい。ま、そりゃすっか。強制シャットダウンできなかったら未来機関はこの世界に閉じ込められちまうんだからな。閉じ込められるってどうしてそうなるんだよ。 Cause they risk themselves to come in here. うぷうぷ、最初に僕が説明したじゃん。ほら、卒業試験のルールだよ。 There are two options. Graduate and repeat, right? You just have to choose one of them and press it. All of you will cast your vote, and whichever one has the majority will be considered your final decision. でもそれだけじゃなかったよね。卒業試験で卒業するにはもう一つ条件があったよね。The observer has to agree. The other requirements. Yes! そうか。確かその後に教師役の最終決定が必要なんだったな。To participate in the graduation program, you need my permission as your acting teacher, you know? What? Does that mean it won't end with just a majority vote? After the vote, I'm gonna judge every single one of you to see if it's okay for you to graduate or not. So even if we vote, you're saying we won't graduate unless you acknowledge it? もちろん僕が未来機関の連中の卒業を認めるわけはないので。もし強制シャットダウンが発動できなければ未来機関は永遠の留年生活に突入となります。 Ah, then for their sake, we pretty much have to give up our memories here then. そんなのは強制シャットダウンが発動されなかった場合の話だろう。けどそれはありえないわよ。あなたを外の世界に出すのがどれだけ危険かはこの場の全員がとっくに理解しているもの。 At the cost of our own memories and everything though. それはもう嫌というほど。散々本人の口から聞かされたからな。あらら、調子に乗って喋りすぎたみたいね。口は災いの元ってやつよ。確かに僕らはまんまとおびき寄せられ帰れなくなるリスクを背負わされたかもしれない。けどそれがどうした。そんなことで僕らがひるむと思ったら大間違いだぞ。それはこっちのセリフよ。強制シャットダウンが成功すると思ったら大間違い。そこの雑魚どもを買いかぶりすぎ。そいつらに強制シャットダウンができるわけないって。できないってなんでだよ。そんな風にね、とんかつになった母親を夕食に出された子豚みたいな顔をしてるようなやつにね。強制シャットダウンで超高校級の絶望に戻るなんてしんどい選択はできこねえんだよ。それはその江ノ島、お前が何と言おうと僕はみんなを信じることに決めたんだ。確かに以前の彼らは道を誤ったかもしれない。でもそれは過去の話だ。僕が信じるのは彼らの過去じゃない。僕は彼らの未来を信じるんだ。アルティマイホープ。ピキュー。そういう主人公っぽいセリフを待ってたのよね。それを絶望に叩き落とす瞬間が快感なのよね。倍何をされようと僕は絶対に絶望なんかしないぞ。違う違う、あんたを絶望させるのは私じゃなくって、この後に登場する黒幕さんなんです。 What? 黒幕？黒幕ってまだ誰か来んのか。そんなはずはない。どうせただのハッタリだ。推理者で絶対にやっちゃダメなのって最後になって登場した人物が黒幕ってパターンだよね。おう、オッケー。でも私っていつもそのパターンでの登場でそれが悩みだったりするんだけどね。いい加減にして何の話をしているのだ。
じゃあ張り切って登場していただきましょう。カムクライズルさんです。 But isn't he right there? カムクライズル。 That name, I've heard it before. That person was called the ultimate hope. But that shouldn't be all he was. That's right, I've seen a person called Izuru Kamakura somewhere else. As I recall, that person was a dark devil of destruction on the cover of a magazine. そうか。カムクラ・イズルって希望ヶ峰学園の創立者の名前じゃなかったか？希望ヶ峰学園の創立者肖像画のネームプレートに書いてあったけど、あの名前カムクラ・イズルって読めるよな。Yeah, they brought this up before too. Hajime said something like, oh, this name is so hard to pronounce. It's probably because the kanji it's written with is extremely unusual for a name. And they don't teach you how to pronounce names in school, so it's pretty much just a guessing thing. ですが、私の知っている情報では、カムクラ・イズルという方は。確か、あらゆる才能を身につけた天才中の天才で、超高校級の希望って呼ばれてる。だったよな。ん？その創立者と超高校級の希望ってやつは同姓同名なのか？ Wait, they're two different people? そんな偶然がありえんのか？ Hang on, what did I miss? Oh! I thought the founder was a super genius who acquired many talents. Oh, okay. 未来機関なら何か知ってるんじゃないのか。キリギリさん、どう。カムクラ・イズルという人物は希望ヶ峰学園の中でもほとんど知られていなかった。本当にそんな人物が実在するのかすらずっと謎のままだったの。 Well, we know they exist because it's Junko's trump card. そしてその件も例の事件のせいでうやむやになったまま終わってしまったから。わからないのであれば私にお任せください。私は解説が絶望的に得意な得意体質なのです。なぜカムクラはずっと謎の存在であり続けたのか。それは学園側がその存在を隠していたからです。なんで学園がそいつを隠すんだ。確か人類の希望ともいえる優れた才能を守るためだったわよね。だけどそんな優秀すぎる生徒が希望ヶ峰学園生徒会13人を殺す惨劇を起こしました。カムクラは希望ヶ峰学園史上最大最悪の事件の犯人でもあるのです。 Wait, he killed 13 people, but that oh yeah, okay, that was the Hope's Peak tragedy. But the main tragedy wasn't caused by him. It was caused by Junko taking advantage of that event, right?仕向けた張本人がお前なんだろ。そしてカムクラの消息はその事件以降パッタリと途絶えてしまったから。江ノ島純子に殺されたと思ってた。そんなひどいこと言わないでよ。カムクラ・イズルはちゃんと生きてるよ。そうだよね、ひなたくん。 Oh my god. は？なんだよ。俺がなんだって。だからさ、あんたがカムクラ・イズルなのよ。They just said it! All they're doing is just, hey, you're the guy, surprise! は？よーし、理解できないなら、理解できるまで言ってあげるなら。あんたはカムクラ・イズル、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 あんたはカム。ちょっと待てよ。何の話をしてんだって。クソだ、ひなたくんがカムクラだなんてそんなわけないだろ。 But we're not an old guy, so was that really just some random picture then? カムクラってやつは超高校級の希望なんだろ。だけど、ひなたは。 Yeah, that guy has so many talents, I have none! そう、そこにいるひなたくんは、何の才能もない予備学科の落ちこぼれ。
でもね、そんな日向くんが神倉いずるだからこそこの話は絶望的なんだよね。 I'm いずる神倉？Wait, am I trying to argue against that, or what am I trying to do here? Oh my god. Hinata-kun ni rohō desu. Yobigakka to sanzan baka ni sarete ta kare ni wa chō kōkō kyū no kibou tte saidō ga atta no desu. Dou shite yobigakka no ningen ni sonna ssamajii saidō ga aru n da?学園が神倉の素性を隠すために予備学科に潜ませてたのか。じゃあ日向ってのは偽名か。俺は間違いなく日向はじめだぞ。生まれた時からずっとその名前だ。だったら神倉ってのが偽名なのか。 Oh my god。 なあ、俺らを騙してたりはしねえよな。まさかの叙述トリックなんて嫌ですよ。もしかして作られた希望、それがカムクラなのかもしれない。 Oh my god, I'm the ultimate hope? Then the current me and Izuru Kamukura are... Hang on, I'm not really sure what we're... I didn't even see anything with colors just now because I was so focused on trying to get the white nohois. Not that. Let's see. Hang on. We had stuff like the tragedy. Oh, does this only show the ones that are in this...No, never mind, they show everything. Hang on. Hope's Peak created Izuru Kamukura. The ultimate hope. Huh. Are there any other ones that even mention the name?The placard, Izuru Kam- So is it two- it's two different people? Yeah, because if this guy really founded- Found? Founded the academy, then he can't be- Aww, maybe they're like, okay, to commemorate our first successful person created from this program, we're gonna name him after the founder. Is that what's going on? Oh my god.Oh, we can agree with Makoto, right? That Hope's Peak was trying to create true hope. Okay, I think it's that one. Hang on. What did Hope's Peak Academy do to me? Why would they use a reserve course student? どうして予備学科のそんな凄まじい才能があるんだ。学園が神倉の素性か予備学科に潜ませてたのか。じゃあ日向って浮気。俺は間違いなく生まれた時からずっとその名前だ。だったら神倉ってのが偽名なのか。なあ、俺らを騙してたりはしまさかの叙述トリックなんて嫌です。もしかして作られた記憶。そうかもしれない。作られた希望って希望育成計画のことを言ってるのか。希望育成計画とはなんだ。 Whoa, how come even you don't know that? 前に未来機関が保管していたファイルを見たことがあってさ、それによると希望神学園は長年にわたって画期的な人材育成計画に取り組んでたらしいんだ。 Actually, this academy is kind of fucked up. 確かに画期的な人材育成計画だと言えますね。作り出す希望育成計画はね、希望ヶ峰学園の長年の悲願だったのよ。むしろその計画のために希望ヶ峰学園は設立され、その計画の一環として超高校級の才能を研究し続けた。そんな重要な計画だからこそ希望育成計画は学園創始者の名前を取って、神倉いずるプロジェクトと呼ばれていたのよ。神倉いずるプロジェクト。そしてつい最近になってその計画は実験段階までこぎつけることができた。そこで彼らが実験台として目をつけたのが落ちこぼれの予備学科だった。
どうして予備学科が実験台になったんだ？ Cause they're worthless. 人工的に才能を作り出す計画なんだから、才能のない人間が実験台にならなきゃ意味ないじゃん。そしてその予備学科の中から実験台として選ばれたのが、そこにいる日向くんだったのよ。どうして俺が？ No reason, just luck. 誰よりも希望ヶ峰学園に憧れてたから。はわかんねえのかよ。あんたは希望ヶ峰学園につけ込まれたんだよ。希望や才能に憧れる気持ちにつけ込まれて、そんで実験台にされたんだよ。This is probably exactly what Junko told us, which made us get all angry and kill everybody. ね？言った通りでしょ？才能と希望を抱いた時点で絶望は始まってるって。嘘だ。そんなの絶対に嘘だ。そんで、あれよあれよって間に、日向はじめは神倉1号に作り変えられちまったんだ。作り変えられた、だと？彼らは一体何をしたの？結局さ、普通の人間を完璧な天才に作り変えるなんて、よっぽどのことをしないと無理に決まってんだって。And I guess their research worked out so perfectly that the genius was turning on them, because, you know, if they're genius, they could just screw you over, mess you up real good. だから、よっぽどのことをした。希望ヶ峰学園は脳内に直接干渉することで。Oh my god! What the hell? They're like wiggling in his brain! Oh my god! Wait, the government. In the middle there, in the middle of the page, the government has something something have been buy homes, cars. Wait, did they just steal the. They just stole the text from some like newspaper? Sydney! It says Sydney right there! On the right side of the rod, on the bottom right, the bottom left illustration, it says Sydney! They literally just stole some newspaper clip! ひなたくんを神倉いずるという才能のみに特化した別人に作り変えたの。その後神倉は私によって超高校級の絶望になっちゃったわけだけど、でも私が神倉にやったのって所詮は精神への干渉程度だからさ、希望ヶ峰学園がやったこととは格が違うっつうか、ステージが違うっつうか。 I would have to agree.本当、研究者の執念ってやつは恐ろしいよね。人の脳をそんな風にいじくっちゃうなんてさ、こんな誰にもできない非人道的な行為を平然とやってのけるなんて、そこにしびれて憧れちゃう。ちなみに頭を触っても傷口なんて残ってないよ。今のあんたはただのアバターだからさ。本当に彼らがそんなことを。でも逆に考えりゃ、日向はここから出たら超天才になってんだよな。おお、that may be a problem。だから日向くんじゃなくて才能のみに特化した別人なんだって。So kind of like the ultimate ultimate。別人ってどのレベルでそうなんだ？獲得に邪魔な感覚や感情や思考や思想や趣味は全て取り除かれ。It's okay. Hajime had no hobbies to begin with. それまでの過去の記憶の一切も記憶の奥底に眠らされてしまっている。はあ？感情やら思考やら趣味やら記憶までねえってのか。A memory. そんなの完全に別人じゃないですか。だから驚きなんだよね。いくらアバターとはいえ、ここに日向くんが存在してることがさ、新世界プログラムが脳の奥底から記憶をほじくり返して感情や思考を以前のデータから再構築したっぽいけど。 How can they do that to a kid? He's not even legal. What would his parents think? His parents that paid
billions, not billions, but you know, a lot of money to get him into the school. And now you're just like messing with the sun? そんな離れ技をやってのける新世界プログラムには異形の念を抱かずにはいられません。でも日向君にとってはむしろ消されたままの方が幸せだったかもね。だったら強制シャットダウンして元の状態に戻ったら日向は消える。消える。そこには希望ヶ峰学園が作った全く別の人格である神倉いずるがいるだけ。それは日向はじめという人間ではない。 Disappear? I'm going to disappear? Disappear! 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 Is that what I look like? Why is my hair so long? Is that part of the genius thing too? You need to have long hair? What? But no matter what happens, it's of no concern to me. I will not be able to participate in what lies ahead. Really? I don't really understand, but I guess we have to part ways for a while. That's disappointing. We seem to get along pretty well.Hey, can I see you again? There is no reason to meet again. Hey! Hey, Nagito should be really... Yeah, he should be like in love with me. I'm super talented, except I became the ultimate despair. Okay, never mind. After all, you are boring. Your talent, your thoughts, your entire existence is boring to me. You really don't play along, do you?俺じゃない。それがあんたなのよ。それが神倉いずるなのよ。この世界に私を持ち込んだ神倉いずるよ。フロマクと呼ぶにふさわしい神倉いずるなのよ。 Did I plug it in? え？まさかお前を新世界プログラムに侵入させたのは俺じゃない。あ、言っとくけど脳内に直接干渉された以上は頑張れば戻れるとかいうレベルじゃないからね。 It's okay! You can cut your hair! You can cut your hair! なら、俺は… Oh, don't be like that, Hajime! 助かる方法はないのかって？その方法ならあんただって知ってんじゃん。 I do? I already know how I can be saved?Graduate. Actually, all of these sound pretty good. So, ka. Futsuni sotsugyo wo erabeba ii dake ka. Sono baai wa, ima no avatar Hinata-kun ga hontai ni uwagaki sareru koto ni naru node, buji ni Hinata-kun ga fukkatsu dekimasu ne.まさに王道的絶望ハッピーエンドじゃないですか。おお、But it won't go through anyway because you need the majority, right? Or is it by case by case basis? So if Hajime chooses to graduate, he can go, but then we won't have enough people to do the shutdown sequence? 待て、それはダメだ。そんなことしたら死んだみんなが江ノ島のアルターエゴに乗っ取られて。強制シャットダウンをしてくれないと未来機関が取り残されちゃうもんね。超高校級の絶望なんかのために未来機関が犠牲になるなんて許されない。もう最初からそう言ったらいいじゃないですか。素直じゃないんだから。そうじゃないわ。私たちが言っているのは世界を絶望から救わないといけないって。はいはい、しつこいって。大体さ、その世界って
自分の存在をかけてまで守らなくちゃいけないの？じゃあ世界の希望と自分の希望が違ったらどうすればいいの？ Even the Future Foundation's hope is different from our hope, or Makoto and friends' hope, because Makoto wants to save them, but the Future Foundation wants to kill them. いくら世界が幸せになったとしても、自分が幸せにならなかったら意味ないじゃん。それは…しかも、未来機関って超高校級の絶望を抹殺したがってるんでしょ？自分を犠牲にして超高校級の絶望に戻った途端に未来機関のお仕置きタイムが発動。なんてことになったら最悪じゃの。最悪っつうか、むしろ絶望的だね。で、パンタルにそれが耐えられんの？ここで起きたことの何もかもが無意味なただのゲームとして終わって、ここで感じた感動や友情や愛情や何もかもがセーブデータにも残らないまま消えちゃって、大好きな彼女は動かないまま衰えていって、大嫌いな彼も動かないまま痩せ細っていって、日向君に至っては存在そのものが消えてしまう。それも憧れてた希望が峰学園のせいでね。そんな絶望に耐えられんのかよ。誰のために耐えるんだよ。顔も知らない連中のためか、感謝すらしてくれない連中のためか、それは希望なのかよ。惑わされちゃダメだ。それが江ノ島の手なんだよ。She's got a point。 彼女はそうやってあなたたちを絶望におびき寄せようとしているのよ。 Why do I have to give up my life for all of you？そいつの戯言に耳を貸す必要はない。それよりさっさと強制シャットダウンを。You don't care about me。 ちょっと待てよ。なんだ、なぜ待つ必要がある？江ノ島を外の世界に出したらどうなるか、まだわからないのか。 I care about me。 Who cares about you？ いや、俺はただ江ノ島が起こした人類史上最大最悪の絶望的事件で、どれだけの人間が犠牲になったと思っている？今ようやくそれが沈静化し始めているの。ここで江ノ島純子が外の世界に出たら、また大勢の犠牲者が生まれてしまうわ。 So you're gonna sacrifice me？ また世界規模の暴動と混沌の時代に逆戻りしてしまう。だからそれを防ぐために強制シャットダウンをしろと。で、こっちの世界で積み重ねた記憶の全てを失って超高校級の絶望に逆戻りしろと。中には存在そのものが消えるやつもいるけど、我慢しろと。だが現時点ではそれしか方法はないんだ。 Thanks for making me feel better, Byakuya. いやいや、方法ならあるってば。普通に卒業を選べばアバターの記憶を引き継げるわけだし、少なくともここにいるみんなはそのまま手を取り合って生きていけるよね。 Yeah, and then you take over. ま、死んでしまった連中の体は私に乗っ取られちゃうけど。But that doesn't make any sense either, because even if we go out, like, we're gonna have to deal with 10 of you. And yeah, that's not gonna work out for us. それだって、この先ずっと動かないよりはマシだと思わない？ああ。みんな、惑わされちゃダメだよ。どっちが本当の希望なのか、よく考えてくれ。どっちが本当の絶望なのかもね。あの、どうしましょう。どうするって言われてもよ。I'm gonna need a very good reason for you to ask me to sacrifice myself. 俺らにそれを選べってのか。そ、なんでこんなことになってんだよ。 Oh my god. 絶望を乗り越えたみんななら、 Whoa!本物の希望がつかみ取れるはずだ。ここでの記憶が消えてしまったら、
私は皆さんが死んだ理由すら覚えてあげられなくなるのですよね。死んだ連中の体を奪われてもいいのか。アホかと思われるかもしれねえけどよ、やっぱもう一度ペコに会いてえんだよ。俺らが超高校級の絶望に戻ったら未来機関に殺されるかもしんねえんだろ。私たちがそうはさせない。こうなったのは未来機関のせいだろ。俺らをこんな世界に閉じ込めやがってさ。お前たちを守るためだろ。もし江ノ島を外の世界に出してしまったら、また大勢の犠牲が生まれるのよ。それは分かってますけど、互いの希望がぶつかり合うなんて絶望以外の何者でもないわね。 Should I shoot that? Graduate or shut down? The world or me? Hope or despair? They're telling us to choose? Negito would love to be here. To choose between that? Why? Why do we have to choose? We're losing health. What? Oh, we didn't have to do anything. ダメだ。ダメって何が？俺には選べない。世界が滅ぶとか、自分を犠牲にしろとか、いきなり言われても、そんなの俺には決められない。俺にはどっちも選べない。It's okay, man. You're just being human. ひなたくん。うるさい！放っておいてくれ！そもそもこんなのおかしいだろう。どうして俺がこんなことに巻き込まれなくちゃいけないんだよ。Yeah. だってみんなと違って俺には大した才能なんてないんだろ。 Yeah. それなのにこんなことに巻き込まれて、しかも存在が消えるって。 Yeah. 意味わかんねえよ。こんなのどっちも絶望じゃねえか。私たちはどこまで犠牲を払えばいいのですか。こんな責任背負わせんじゃねえよ。俺らの手に負えるわけねえだろ。みんなしっかりして。だから無理なんだって。俺なんかには無理なんだよ。未来なんて選べないんだよ。希望だの絶望だの勝手にやってくれ。俺には関係ない。そんな。そして答えは出ない。それがあんたらの選ぶ答えなのね。ああ、また私の予想通りになっちゃった。こうやって何もかも予想通りってのもさ、絶望的に退屈なんだよね。ま、私があんたらのデータを持っている以上、そうなるのは当然なんだけどさ。それこそ、絶望的に予想不可能な出来事でも起きない限りはね。What?と言ってもそんな都合のいいことなんて、これまた絶望的に起きるわけがないんだけどね。だってこれってゲームだもん。全ての物事が予定調和で進む世界なんだもん。ま、でもいいんじゃないの。無理して選択肢を選ぶ必要なんてないって。未来なんて求めない、そういう未来があってもいいと思うよ。希望を求めなければ絶望に襲われることもないんだし、私だってそう。絶望を求めなければ希望なんてしないで済む。おお。だからさ、みんなで呪いから解き放たれて、ここで仲良く立ち止まってようよ。ヘイ、I'm down。ずっとこの南国生活にどっぷりと浸ってようよ。ずっとずっと。ずっと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 ね。おお、What are you doing? Wow!
Are you showing us what it could be like? Yosh, game reset desu ne. こうして世界はループしていくんだね。永遠に続く楽園のゲームなんて楽しそう。しばらくこうしてんのもいいかもな。坊ちゃん、賢明な判断ですよ。よかった、忘れられずに済んだ。はい、忘れるわけないじゃないですか。これで江ノ島も消えたし。よし、パーティーでもしようぜ。だったら腕を振るっちゃうっぺ。ならば BGM は伊吹に任せるっす。ねえ、記念に写真撮ってもいい？俺様のビギリ酔いしれるか。トレーニングのカリキュラムも用意したぞ。怪我したら私に言ってくださいね。僕は自己紹介から始めた方がいいかな。今さらかよ。Shit, he looks so happy. What was this again? Oh well, there's no need to think about it. Hey, I didn't even see the second colored bullet. I wanted this ending. Yosh, game reset desu ne. こうして世界は永遠に続く。しばらくこうして坊ちゃん。よかった。はい。これでよし。だったら。ならば BGM ね。俺様のビギトレーニングの鍵。僕は自己紹介。違うよ、みんなはゲームなんかじゃないでしょ。 Hang on! What was this again? Oh well, there's no need to think about it. What was that? I wanted this? Yeah.I think we need to take that one. Take that one and put it on this one. The world will loop. The endless game of paradise. For a while, boy. Good. Yes. This is the end. Yes. Then BGM. Hey. Commemorative. My lord, Biggie. Training curriculum. I started with self-introduction. Now. 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 Now.みんなはゲームなんかじゃないでしょ。 That's right! Chiaki didn't save us for this! No! No, she didn't! よし、ゲームリセットですね。こうして世界は永遠に続く楽。こんな世界は This kind of world! お前は誰だ。ゲームなのは私だけ。みんなはそうじゃないでしょ。ナナミか。どうしてお前がここにいるんだ。うん、どうしてかな。俺の記憶の中のナナミってことか。だってお前は消えたはずだもんな。まあ何でもいいか。それよりさ、あいつらむちゃくちゃだよな。世界が滅ぶとか自分を犠牲にしろとか、そんなの選べっこないのに。俺なんかに選べっこないのにさ。ほんと散々だよ。いきなりこんなわけのわからないことに巻き込まれて、何の才能もないって突きつけられた上に、外に出れば超高校級の絶望だとか言われて、挙句の果てには消えるとか言われてんだぜ。意味わかんねえよな。ああ、お前だって嫌だよな。だって俺たちの記憶がなくなったら、お前の存在は完全になくなるんだもんな。俺たちの記憶にも残らず、完全に消えてなくなっちまうんだもんな。なくならないよ。え、たとえ存在がなくなったとしても、私がみんなに忘れ去られちゃったとしても、だからって完全に消えてなくなるわけじゃないよ。私とみんなで作った未来を、
みんなが進み続ける限りは、私は消えてなくなったりしない。私が生きて戦って命を懸けたものがちゃんとそこに残ってるんだもん。そうは言うけどさ。きっと日向くんは怖いんだね。自分が消えることもそうだけど、重い何かを背負って未来を進むことが怖いんだね。ああ、怖いよ。そんなの怖いに決まってるじゃないか。おい、いつまでうじうじしてるんだよ。 Oh, she's yelling at me。 え、胸を張れる自分になりたいんじゃなかったのか。だから希望ヶ峰学園に憧れたんじゃなかったのかよ。だけど俺はその希望ヶ峰学園にも騙されて。日向君、君は今までずっと大きな勘違いをしてたんだよ。勘違い？才能を持つことがゴールじゃないよ。才能があろうとなかろうとさ、それよりもっと大事なことがあるでしょ。自分自身を信じてあげることだよ。それができなかったら、いくら才能があっても自分に胸なんか張れないよ。きっと昔の君がそうだったみたいにね。お前は、なあ、お前は誰なんだ。だって消えたはずじゃなかったのかよ。でも昔の日向君は昔の日向君だよ。この世界で私やみんなと一緒に過ごした日向君じゃない。だから大丈夫、君はもう自分に胸を張っていいと思うよ。なあ、ナナミ、教えてくれないか。俺はどっちを選ぶべきなんだ。 She's not gonna tell us。 自分の希望と世界の希望と、どっちを選ぶべきなんだ。君たちの未来は君たちだけに権利があるんだよ。もちろん責任もだけどね。自分で選べってことか。でもどっちも選べないなら作っちゃえばいいんじゃないかな。作る？この世界はゲームかもしれないけど、君たちはゲームなんかじゃないんだよ。選ぶだけじゃなくって、作ることだってできるはずだよ。俺なんかにできるのか。ゲームじゃないんだから、才能やスキルやレベルなんて気にしなくていいんだよ。君たちにはそんなものを乗り越えるとてつもない必殺技があるじゃん。ほら、やればなんとかなるってやつだよ。やればなんとかなるって。まあ、それでなんとかなったらゲームならクソゲー扱いだけどね。でもこれはゲームじゃないんだよな。ねえ日向君、誰かのためじゃないよ。君は自分自身のためにやるんだよ。さてと、じゃあそろそろ日向君のかっこいいところを見せてもらおうかな。ほら、私も手伝うからさ。手伝う？ What the fuck！ 俺には何の才能もない。憧れた希望が宮学院にも騙されて、俺は消えたくない。カムフラ譲るなんて俺じゃない。世界がどうとか知るかよ。自己犠牲なんて嫌だ。どうせ誰にも感謝されないし、江ノ島なんかに勝てこないんだ。悪いのは未来機関だ。俺のせいじゃない。俺には未来なんて選べない。ほら、やればなんとかなるってやつだよ。君なら未来だって作れるはずだよ。 This is me? Is this really me? So uncool. It's totally uncool. We got it.
憧れた希望が見俺は日カノフがいる世界がどっちごきするのってどうせ誰にも感じ江ノ島の中で悪いのは未来か俺のせいじゃない俺には未来なんて選べない This one? ほらやればなんとかなるってやつだよ、oh, Nope 君なら未来だって作れるはずだよ Which one is it? It's one of them Wait, do I have to do it? Oh! それでも悪いのは未来機関だそれでも俺のせいじゃない Even so それでも俺は それがどんな未来だろうと君たちが進み続ける限りは私は消えてなくならないここでのことも無意味なんかじゃない希望も絶望も背負った君たちならきっと未来だって作れるよ都合のいい奇跡だってやればなんとかなるだから中途半端にうじうじしてないで全てを捨てる覚悟で本気になってやってやれ私も応援するからさあそういえばまた言いそびれたなThanks. Can't lose hope. If the memories were made here, if the memories we made here disappear, I won't even remember why everyone died. If we don't rid the world of despair, the tragedy will start once again. I want to see Pekko one more time.If we turn back into ultimate despair, we might be killed by the Future Foundation, right? This is your responsibility since you're the ones who fell into despair. Yeah, thanks, Byakuya. It's not my responsibility. It's the Future Foundation's. Come on, wake up!ここでの記憶が消えた。Oh, I've depressed this so many times! 私は皆さんの死んだ理由すら覚えてあげられない。Everyone's in despair! 世界から絶望をなくさないと悲劇はまた繰り返されるわ。もう一度ペコに会いてんだ。俺らが超高校級の絶望に戻ったら未来機関に殺されるかもしれないんだよ。絶望に落ちたお前たちにも責任はあるんだ俺の責任じゃねえよ未来機関の責任だろどちらも希望でどちらも絶望結論なんて永遠に出ねえんだよ希望を失っちゃダメだ What am I doing? ここでの記憶が消えた、oh! 私は皆さんが死んだ理由すら覚えてあげられない。Oh! 希望を失っちゃダメだ。Not that! Oh my god! 私は覚えてあげられない。I'm not doing that! 絶望悲劇はまた繰り返す。もう一度ペコに。俺らは超高未来機関に殺す。絶望に落ちた。俺の責任じゃねえ。未来機関の責任。どちらも希望で結論なんて。それは違うぞ。希望だけじゃない絶望だってたくさんあるだろうなどんな未来になるかなんてわからないけど It's Kyondo でも俺たちの未来は俺たちのものだもう誰にも渡さないぞは?あんた誰?俺は決めたぞもう逃げない俺は自分の未来と戦う
みんなが作ってくれた未来と戦う。 Something something power level over something something。 誰かのためじゃない、自分のためにだ。まさかカムクラ、ちょっとどうなってんの、これってマジモンのバグとか。俺はカムクライズルじゃない、俺は日向はじめだ。All right. 希望を求めるから絶望する、絶望するから希望を求める、もう終わらせようって。選ぶ必要なんかないって。目を塞いで耳を閉じろ、口をつぐんでろ。そうすればこのゲームは、それが嫌なら電源を振っちゃえばいいんだよ。 I had infinite cuts。 それでも俺は絶望的な未来なんて、みんなもう誰にも選ばせない。何も欲しくない。論破なんてできない。 Infinite bullets。 そこに希望なんてない。諦めてもう休もうって、奇跡なんて起きっこない。 He missing。 何この下水感じ、何も欲しくない。カムクラ、論破なんてできない。未来があんたを苦しめる。諦めてもう休もうって、あんたは希望なんかじゃない。何も失いたくない。未来があんたを苦しめる。論破なんてできない。何も欲しくない。論破なんてできない。できっこない。あんたなんかに何もできっこない。それは違うぞ。おお、何なのよあんた、どうして急にこんなバグが。みんな強制シャットダウンをしよう。え、だけど分かってんのかよ、強制シャットダウンをしたら俺らは。たった一つの選択肢がなんだ、そんなもんで終わったりするもんか。みんなが繋いでくれた未来にはもっと大きな可能性があるはずなんだ。まずは胸を張って外に出て、そこから俺たちで作っていけばいいんだよ、俺たちの思い通りの未来をさ。何言ってんのよ、そんな都合のいいことばっか起きるわけないじゃない。 The theme song。 奇跡くらい起きたっておかしくないだろ、これはゲームじゃないんだ、未来はいくらでも変えられるはずなんだ。そんな風に強がったところで、外に出たら何もかも忘れるだけじゃん。そんなのここにいる連中だって。あの2つのボタンを同時に押せばいいんでしたっけ。は？どうしてですかね、私にもよくわからないのですが。あだ、見えたのです。真っ暗な深海に沈んでいくような気分になって、身動きが取れないほど体が重くなっていって、そんな時にふと日向さんの声が聞こえて、一瞬ですが確かに見えたのです。暗闇の大海原を照らす灯台の明かりのような厳しいけど暖かい光で、きっとあの光を照らしてくれていたのは。そういうことですよね日向さん、私たちがこれから作る未来は皆さんが作ってくれた未来でもあるんですよね。だったら止まれるわけないですよね。だからさ、自殺行為だって。自殺行為なのは百も承知だ、俺らのメリットなんて見当たんねえしな。だけどよ、俺にはあいつの声が聞こえたぜ。お、そういやあいつに怒鳴られたのは初めてだったか。
いつまでもあいつにガキ扱いされてちゃハマったもんじゃねえよな。やっぱごちゃごちゃ考えるのなんて俺の性に合わねえや。強い奴がいたら戦うってのが俺らしいよな。それが胸を張るって意味なんだよな。だったら俺はこっちだろ。ああ、また面倒くせえことになっちまったな。けどおめえらがやるっつってんのに俺がやらねえわけにいかねえだろ。どこにも居場所がねえならせめてこの場所は守らねえとダメだろ。Everybody! あんたらまでどうして、どうして自分から絶望に飛び込むような真似ができんのよ。信じてるからだ。は？俺たちは自分自身の未来を信じてるんだ。そこがお前とは決定的に違う。新しいことも困難なこともやればできるって信じてるんだ。未来だって作れるはずだって信じてるんだよ。そんな希望なんかじゃないじゃん。絶望ですらない。なんなのよ日向君、それにみんなもありがとう。それを言う相手は俺じゃないと思うぞ。千秋。That's it! Wow, that was the end! Damn right you give me an A at the end. Alright! Oh, I am the 1%! Apparently. じゃあ、始めるか。こんな簡単に終わっちまうんだな。Yeah, it does seem a little bit...easy, but the action is easy. Getting everyone on the same page is the hard part. Huh? 終わりじゃねえだろ。ここから始めるためですよね。まずはこの閉ざされた世界を終わらせて、そこから先は俺たちが作っていくんだ。Is this how she beats the Mono Beasts? Oh yeah! Come on! She got her stick back! Does this mean we can see Chiaki again too?For the second time. Rest in peace. Ah, これは絶望だわ。また絶望に絶望して絶望を絶望しちゃった。Feeling despair means you're sad, but you like it, right? So shouldn't you be more happy about it? Ah, 楽しい。いっぺんあんな絶望を体験しちゃった以上はさ、もう戻れないのよね。So in a way, Junko always wants to lose, because that's how you get despair. 過去の思い出だけを振り返りながら生きるのなんて、そんなの、虚しすぎるじゃん。ああ、でも、これでもう絶望を希望しないで済む。そんなの絶望的。
今のはどういうことだ。なぜ消えたはずのウサミが現れた。 Don't question it, man. 日向君の言った通りってことかしら。少なくともこれって用意された結末じゃないよね。これは彼らみんなで作り出した結末だよ。あいつらはそんな不確かな未来をあえて進むというのか。Better than two predetermined futures, right? だとしても、もう彼らに任せるしかないわね。じきにこの世界は終わる。もう私たちにできることなんてないわ。No, you gotta take care of me when I get out there, okay? どっちにしろ、その必要はないんじゃないかな。Bye. ああ、崩れてくな。そうだな。Bittersweet. After we get out of here, we might not recognize each other again. あの、もしもの話で恐縮ですけど、もしも外の世界で目覚めた時にここでのことを忘れてしまっていたとしても、無意味ではなかったのですよね。I want to say yes, but it's hard to tell. もちろんですよ、ソニアさん。うまく言えないけど、なんとなくそんな気がします。マジでうまく言えてねえぞ。最後くらいもうちょっと頑張れや。な簡単に変わらねえんだよ、人ってのは。ま、無意味かどうかはこれからの俺ら次第だろうけどな。そろそろタイムリミットみたいだな。やっぱ怖えな。Me too. 私も怖いです。でもいいんだよな。怖くて当たり前なんだよな。それが未来じゃ。おい、俺はおめえらのことも他の連中のことも絶対に忘れねえからな。 That's so sad. おめえらも覚えとけよ。俺の名前は相田和一だからな。てめえらみてえな可愛い連中をそう簡単に忘れるわけねえだろ。もし忘れたとしても意地でも思い出してみせますって。後で日向がわけわかんねえこと言い出したら俺が半殺しにして正気に戻してやるよ。 Thanks. 助かるけどできるだけ手加減はしてくれよ。So this is the end. But it's just the beginning. Isn't that right? It doesn't change how scared I am. I can't help feeling scared. So scared. But... Arigato. Oh, he finally got to say it. Arigato, Nanami. Yatto ieta na.私の方こそありがとう。 What? みんなのこと忘れないよ。ずっとずっと忘れないよ。この先もどこかでみんなのことを応援しているからね。だってずっと仲間だもん。She heard me, though. That's all I ever wanted. For real, though, I can't believe Junko came back, of all people. Yeah.
And so, the incident is coming to an end. The incident, riddled with absurdity, with nonsense, with sheer irrationality, is about to lower its curtain. An incident smaller than Hope's Peak Academy's biggest, most tragic event. Smaller than the biggest, most awful, most tragic event in human history. An incident so small, it doesn't even have a name. The world will never know what happened here. Not now, not in the distant future. As long as they remain here. 準備ができたらしいわよ。もういつでも出発できるって。Oh, they are wearing different clothes! じゃあ、そろそろ行かないとね。おい、ナエギ。本当にこれでよかったのか？お前が取り調べは僕に任せてなんて言うから、その通りにさせてやったが。Wait, are you guys just leaving them alone? あいつらは本当に大丈夫なのか？元の絶望に戻っただけなんじゃないのか？それはないと思うよ。だってそうでなかったらこの島に残るなんて言い出さないでしょ。眠ったままの仲間を何とかしてあげたいって思っているのかしらね。明確に言葉には出さないけど、僕はそういうことなんだと思うよ。 Wait, does that mean that everyone kind of remembered then? 意識的にしろ無意識的にしろ、そんな気持ちを抱いている時点でもう過去の彼らじゃないってことかもしれないわね。どうやらここにはお人よしばかりが集まっているようだな。だけど現実問題、眠った彼らが戻る可能性はほとんどないでしょうね。ううん、可能性の問題じゃないんだよ。ほんの少しの可能性しかなくても、その未来を作ろうと懸命に前に進むこと自体が彼らにとっての未来なんだ。ほんの少しの可能性どころじゃなく、奇跡と言ってもいいレベルだとしてもか。でも不思議とさ、彼らならそこにたどり着ける気がするんだよね。 You're pretty bad agent, man. Your boss is telling you to go get the freaking ultimate despairs and you're like, okay, we'll just leave them on this island. 彼らは絶望と希望をしっかり受け止めた上で自分たちで未来を作ろうとしている。きっとそういう人たちにこそ奇跡は必然として訪れるんじゃないかな。相変わらず青臭いな。まったく進歩しないやつだ。進歩しないって。だからこそ私たちはあなたについていったんだけどね。まあいいだろう。今回は苗木の判断を尊重してやるとしよう。I didn't even think about it too much, but look at how well Byakuya is getting along with everyone. だが、俺たちにとって大変なのはこれからだぞ。彼らだけをこの島に残していくなんて、本部のお偉方が知ったら大騒ぎでしょうね。隠蔽工作を頑張らないとね。Wow.そういう問題ではない。 That's not the problem。 本部には何て説明する気なの？それは船の中でじっくり考えようかと。頑張ってね。そこまでは手を貸せないから。そんな。お前の判断を尊重してもらえただけでもありがたく思え。わかったよ。じゃあ私たちも帰りましょうか。まだまだ先は長い。やるべきことが山ほどあるわ。They're not gonna show the ultimate despairs, are they? Too many new character designs, and I guess it's something that you might want to leave up to people's imaginations, huh? Fair enough. 未来機関とのこともそうだけど、人類史上最大最悪の絶望的事件もまだ続いている。未来のためにも。決着をつけないとね。どうやらもうしばらくはお前たちと一緒に行動することになりそうだな。あなたの帰りを待っている人もいるしね。おぞましいことを思い出させるな。投稿。じゃあ行こうか。僕らの未来を作っていかないとね。
こうして事件は終わった。そして、ここから日常が始まるんだ。お、oh, are we gonna see it after all? それは事件なんかより、もっと不条理で、荒唐無稽で、理不尽で。きっと、ずっと難しい。答えが出る謎なんてないし、ちゃんとした結末があるのかさえ疑わしい。道というよりは、どこまでも広がる海のようで、どこにでも行けるし、どこにも行けないかもしれない。それでも俺は生きていく。日向はじめとして生きていく。Cut your hair, buddy. Cut and dyed. 俺の未来は、ここにある。The day before the future. Oh. Is that the end? There we go. Danganronpa 2. Good. What's the subtitle again? Goodbye, Despair? I forgot already.Ultimate Swindler. Can they be consistent with their translation? Good lord. Did Hinata sing this? Can't really tell, but I'm guessing it is, because Makoto sang the first one. We can't wait till the credits show up.Well, that was nice. It's really hard, I'm not really good at summing up my thoughts, and I, you know, for the first one, I completely forgot to do so. I just kind of shrugged it off and called it a day. But, you know, just to say a little something, first of all, about the ending, I think it was really cool that they didn't go for the more cliche, I don't know what you would call that, like action...hero kind of story where the heroes would rescue the people who are in need of rescue, right? And then the people who are in need of rescue are saved, and then they go join up with the people who rescued them, so that like the protagonist crew just keeps getting bigger and bigger. I kind of do like that they just left them on the island. There's some implications there. I'm pretty sure that means everybodywho's alive or who decided to stay in the island, which is everybody, they remember stuff, because otherwise why would they stay there? And I guess the theme is kind of to not just forget the past and move on like that, right? Because that's like an incomplete way of moving on, but instead try to embrace that the past did happen, which is what they are being forced to do now, because they, in their original bodies, they have their ultimate despair memories and all, right?And move on like that. Start a new life, pretty much. It's kind of an open ending, too. There definitely could be stories about what happens to the crew later, and if the people ever wake up. They did say that the chance is close to zero, but that's not zero, so... Like Makoto said, a group like that might be who can trigger a miracle, right? Yeah. What else? Checker 6?I enjoyed the trial, but before the trial, the investigation, it was kind of bullshit. Like, it's just, they just kind of stuffed everything at the end. If they had spread it out more, like, I don't know, maybe they felt like if they spread it out, it would be too easy to guess all of it or something. I don't know. The previous chapters, maybe we just didn't find out enough. Like, what did we know before chapter 6? Not much, just that I have no talent.And there's ruins, and we don't know the password. That's pretty much all we knew. And then, like, the occasional clue that didn't really make sense. So, yeah. Man, I don't know what else to say. Let me think. I mentioned this on Tumblr, too, but someone asked me, between the Danganronpa 1 and 2 characters, who did I like more? And I have to admit here that at the beginning, when I first... Because remember,
I started playing Danganronpa 2 right after I finished 1. Not even after I finished, because I was in the middle of the report card stuff, which I'm still not done yet, by the way. But, you know, forget that. Feels like they're like completely different cups of teas, if that makes sense. Because the Danganronpa 1 people were more grounded. Well, I mean, not really. We had like Super Saiyans and Ultimate Fighter schoolgirls and stuff, but in comparison to 2 at the beginning, it just really felt like the personalities were just too strong, I think. I distinctly remember being fairly not amused with Nekomaru's poop jokes and toilet jokes, but that's probably why I was pretty positive towards Mahiru to begin with, because everyone was just so exaggerated. But now I'm okay. After a few chapters, I did warm up to them more, so now it's like apples and oranges. Both fine with me. In terms of like the non-story side of me playing this game, oh my god. A part of me is really, really glad that this is finally finished, because it might not look like it, but this and Danganronpa 1 are both by far, by a long, long mile, the most difficult game I've played on the channel. Not because the story or like the game itself is difficult, but the technicalities and making sure everything is going as planned, etc., etc. Oh my god. Of course, one reason is because the game itself is long, but the second reason is if you look around at my other videos, you'll see that I've never played a visual novel here before. Actually, I've played a demo of one, which was like 20 minutes long, so it doesn't count. But oh my god, you cannot believe. I had so much. No, actually, you probably can. Even while I was editing my own voice, at times I could hear that there was so much vocal fry. Like my voice was really tired and all, but you know, thank god this game was fun. Thank you for everything up until now. I love you all. Wow, Easter egg, okay. Oh, the strap! The strap! That Usami threw on the ground on the beach! Danganronpa if. Okay. Maybe we can check. Yeah, we got this now. Novel! You can read the light novel Danganronpa If, written by that amazing writer. That's Mukuro, right? Right there on the side. Tell you what, we'll continue island mode and the novel in a few days, okay? Let me catch a breath first. It's unexpectedly very time consuming to read a goddamn book, basically, and say all the words. Over these past few months, I feel like I've read at least 1 million words. I'm not joking. I feel like I've said that many words out loud. And it's ridiculous. But yeah, have a think. Digest this long-ass trial for a bit, and then we'll come back in a few days with this light novel. So I'm guessing the light novel is just gonna be text, right? Not even a cutscene figure or anything. And then island mode, where we will... Ooh, alternate storyline, where Monokuma lost against Usami. Cool. Yeah, okay, then we'll come back later and figure that out, okay? See you soon.